磯焼け大量に発生する紫ウニ、うん、なんだこれ。ウニが海の厄介者になっております。なんで磯焼けって。まあいい。でるるるるるでん。さあ、今日も練習だ。今日も練習ですよ。ちょっといけが。昨日これあったね。ワン、ツー、スリー、フォー。あちゃん。うお。うお。普通か。まあ俺はこう弾くかな、上だったらな。捨てがたいなこれ。捨てがたいな。これは捨てがたいボイシグだ。さら。ああもう終わる、忘れちゃったな。新米のフレット5、C7、F7。
マイナー、Cマイナーで。
こんばんは、よろしくお願いします。ウィントン・ケリーの復習してます。コンピング、ワン・ツー・スリー・フォーっすね、ここね。また刻みっすね、ウィントン・ケリー。ワン・ツー・スリー・フォー。これなんだ、フラット3・5・セブンス一度のエンスからイレブンス足すだけ。ワン・ツー・スリー・フォーで、まあなんかこういろいろやってんだけど、今日いいなと思ったな、これイレブンスから。あ、左手はもう普通っすね。セブンス、ナインス、サン、フラットサン。あ、これあっちにした方がいい。こうした方がいい。まだ。チェン。こうっすね。あ、これ出てるよね。あ、出てるね。これ、ヨードと、こっちもヨード、ヨードとヨード、超二度、オクターブ、イレブンスオクターブ、セブンスと一度、結構ウィントンっぽいっすねこれね。ででで、で、あ、なんだ。頭で1、2、3、4ですね。あれ今どこだっけ。次 Am1、2、3、4、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 1、
four. Two, three.コードなんでもいいんだけどな、逆に。ザッザーっていくやつあったな、ウィンドウケリーで。これもあるし、あったね。ワン、ツー、スリー、フォー。か。って言ってもいいしね。ああ、気変わっちゃったよ。A マイナー、ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、スリー、フォー。うん、うん、ツー、スリー。うん。いいんじゃないですか？じゃあ次 D、D メジャー、あ、D マイナー。一度弾きます。一度と一度から、あ、違う、九から11、1、2、3、4で、これこっちの方がいいか。この高いキラキラ系サウンドいいっすね。うん、3、4、うん、
ん？こうだな。11のオクターブきらびやかでウィントン・ケリーっぽいですね。そうっすよね、本当に。まあ、私は自分の持ってる書きソロ、書きソロ風、いろいろ見てみました。今まで何見てやってた、何見てたやろうってぐらい参考になりました。これ、ね、使えるっしょ。書きソロ風ワンスね、すごいね。俺も一回書きソロつくアップの、特にアップとか作ろうと思ってチェロキー作ってたけど、なんか途中で断念しちゃうんだよな弾けねえんだよな、自分で書いたやつが。あれやった方がいいらしいっすね。なんかハンコックのあれに書いてあったな、自伝に。早いソロが取れねえっつって。誰に言ったんだっけあれ、バリー・ハリス誰かに相談したら書きソロやれって言われたって。確かあれバリー・ハリスだっけ、誰だっけ、なんかその辺の人に、ハンコックが早いソロ取れないんだよーっつって、書きソロやれよお前っつって、ウイスっつって。すごい世界ですけどね、レベルが、ね、やお。じゃあ次はあれ、あ、これ今やったんだ。じゃあ最後に G マイ、私も弾けないのいっぱいあります自分の書きソロでなんだろうね、ゆっくり作るからだろうね。それをやっぱやんなきゃいけないんだろうな。ああ、うんうん、ああパッと出ねえなこのボイシング。あ、なんだこれ、こんなんじゃなかったぞ。ハンク・ジョーンズ出てこねえな、なかなか。あっち、こうだ。こう弾きたいんだよ。これ C マイナーね。C マイナー。こうか。今 G マイナー。C7、F メジャー、FA マイナー、フラット5、D7 って行きたいんで。で、こうだね。あ、全然違うよ。こうだ。こうだ。書いててふざけんなって怒ってます自分に自分に怒る。過去の自分に怒る。むずいね、一向にできないよ。このウィントン・ケリーのやつもできない。あ、違う。ワン、ツー、スリー、フォー。あ、むずい。あれ？どうだっけ？リードとトップノートがフラット5なんですね。A マイナーの。で、何がポイントかっていうと、フラット6とセブンス。ね、これしょっちゅうやってんだけど、ここで。セブンスはもう
出ない。ダメだな。まだまだだな、これも練習。よう練習だな。今日はこれやる暇なかったもんな。今日はセロニアス文句しますか。セロニアス文句、俺がさっきパクったやつ。あれはマイロモルデンはちょっとマニアックだから、お預けにして、さっきねパクったんすよ、セロニアス文句。とね、これないとまずいんだけど、なんかここで行くのとかなんかよくわかんないんだよな。ここも F フラット7、A7 って言ったりするバージョンと、こっち行くやつ難しそう。なんだっけこの曲、トゥリンコートゥイトゥリンコティンコだっけ。トゥインコートゥインコーなんとかスタートは違うんすよね。これかっこいいっすよ、ここ、これめちゃいいっしょ。んすね、なんだっけなこれ。なんかね、今日理論のサイト見ててね、オブリークモーションだっけな、なんだっけなっていうらしいよ。こういう、まあ、これたまたま見てたやつと似たようなのあったんですけど、このその理論見てて、このテー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 ってのが確かオブリーク モーションだっけ、なんだ忘れた。今日エリチンさんいねえからな、いつもパッと検索してもらうんだけどいるときに言ってみよう。検索係に任命したから、昨日エリチンさんを。浅田さん、ライブやったりもするんすか。これさ、キー変えて使えんのかな。使わねえか、さすがに。あ、これスクショしていいっすよ、スクショ。反応せんだよな、あれ見えるよね。あんま接写するとこボケんのか。ゼレいや文句っすねこれは。こばあった、今エリチンさんの話してたんすよ。エジンさん、オブリークモーションみたいなのちょっと調べてこういうなんかこの今文句のあれやってんだけど、なんだっけ、トゥリンコティンコをやってんすけど、あれないもんな俺検索のやつ。
最初フラットナインとあセブンス行くのね。やっぱこの私の話題がオブリークモーション、確かオブリークなんとかなんですよ。なんか理論の本に書いてあったの、間違いなくオブリーク入ってた。やっぱこれっすよね。ここ6度かな、これ6度で、ここもこれ6度だね。ここも6度、6度で、まあ6度とか3度とかハモリって感じのサウンドじゃないですか。ライブ若い時してましたが、10年ぐらい離れちゃって子供が小学生になったので、またセッション行けるように今特訓してる。すげえ、そうなんだ。やっぱね、ライブでこうやると流れが、全体の流れが分かるじゃないですか。これだよ、これ。こっちはこれも結構 F マイナーの時にもうセブンスなんですね。ここね、5とイレブンス。ここは1、2、3、4、5、6。だからちょっとハモリみたいなのをやるんすね、文句ね。 B7 B7 みたいなのなんかねえかな、曲で。学生さんみんなすごく上手で、おばさんの自分はめっちゃビいや怖いよね、本当に若者すげえよ。やっぱ違うもんな、情報のあの量が今は。で、自分で学べるやつだったらガンガンやっちゃうよね。もう天才少年生まれ多発当たり前みたいな時代っすよね。それほんといいよな。だって地方にいたっていくらでも勉強できるもんね。昔はやっぱ俺なんか茨城で、まず友達は一人もそんなセッションするような同級生いなかったから、まあ東京来てたけど、やっぱね、地元でやりたかったけど、今だったら YouTube でね学べるしね。2音のうち一方ののみが動くオブリークモーション、あ、やっぱりそうでしょ、これでしょ。ギターの理論でしょ。そうそう、ギターのあれ、どっち見、あれだっけ、記事見たんだっけな。あ、じゃあそこにあれもあったでしょ。もともとコントラリーモーションっていうのを俺は調べてたんですよ。コントラリーだっけ。昨日チラッと言おうとしたんだけど分かんなくて、もう逆に動くやつ。私の学生の時と全然レベチです。いやー、俺もだってね、20何年前と。そうなんすよ、コントラリーモーションありました、あったでしょ、こう反対に行くやつ、反対にみたいなとか、逆もあんだろうな多分、上が下がってきたら下もね。そうっすね、これもコントラリーモーションで。そうだ
か多分同じやつ見たな、それギターの理論書いてる人、ダイアトニック。パラレルモーションとシミラーモーションもあります。パラレルは一緒に平行に行くやつか、シミラーは似たようなやつスクショしました。ゴスペルっぽいっすね。あ、今のこれいいっすよ、全然。これが一つ目スクショ、これ二つ目スクショ、これ二つ目、あ、三つ目、これ A フラットオン G フラットで、これが一度メジャーオン5度で、まあフラット2の1度みたいな、ここにありました。そうだね、ギターの人の理論のね、パラレルモーションとシミラーモーション、知らん単語だらけね、いっぱいあんだよね言葉。ちょっと言ったらインテリっぽいから覚えた方がいいっすよ。あそこコントラリーモーションでちょっと動こうかなみたいなっつって動かしたんで、アレンジっつってうるせえっつってコモン最初ちょっとコモントーンでこう、コモントーンでコモントーンでこう行くんすけど、だけど途中からコントラリーモーションにしてでそっからパラレルモーションこれでいいのかなにしてっつって、うるせえなあいつみたいな。はい、さすが検索係、大活躍。今日もカウンターポイントには4種類のムーブメントがありますとか、あ、そういうことか、それがこの4つなんだね、パラレルモーション。そうそう、カウンターポイントなんですよねえ。それで今日パクった文句ね、これどっかで使いてえな、そのまんまオブリークモーション使いてえな本当にそんなの言うんですか。いやー、あんま聞かないよね、うるさいよね、あんまり言ってたら多分うざがられる、売られるB7 探してんだけどな、今な。ないよね。ここで、一瞬しかねえもんな、これ。長い B7 ないかな、なんかの曲で。あとこれでもいいんだ。しちゃってるけど、使えねえな、アナザーユーでこれ使ったらうざがられるな行っちゃうもんね。ダメです、これはこのテーマだけで使いましょう。うん、あ、どっちだっけ。あとね、いいと思ったのはね、たったこれだけなんだけど、このこれのテーマの、あ、違う、これ結構何モーションだろうな、これカウンターポイントじゃないから、こうやって
テーマ、これやっぱ昔のあれかな、結構やっぱファツーワーラーから来てるじゃないですか、文句確か。でファッツウォーラーかはあれ、ジェームス・ P ・ジョンソンのあれでしょ、弟子的なやつでしょ。てて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 、あれ、弾けねえけど。あ、カリフォルニアシャウ、カリフォルニアシャウトだっけ、なんだっけ。ってことはその時代のやつ結構こう上の方で、こうなんつうの、コードとメロディ一緒に弾きますよね。なんか俺弾きたいんだけどな、こういうなんかスタイル。練習しないとこれのかなり影響ありますよね、文句ね。こうね、オーブリークモーションっすよこれ。違うかな、ってこれも F マイナーの時にこのコードをつけるんですよね、メロディーに。やっぱコード弾いてるだけかも。けどこの俺だったらこう弾いちゃうわけですよ、 F マイナーを。だけどこう、ここスカスカにすんだね、多分ね。このスカスカがいいなと思ったんですよね。12キーいっちゃいましょう、簡単だから手になじませよう。弾きゃいいってもんじゃないですね、スカスカにすんすね、わざと。かなりスカスカのサウンドあるもんね、やっぱ文句って。でもう一回今度こういくんすよ。あ、違う、あ、違う、いいな。さっきは F マイナーですよ、 F マイナー。 F マイナーでフラット3とセブンス、ナインスからテーレーって言ってたんだけど、今度はテーレーですね。これセブンスとシェアリング奏法とかも、シェアリングもこういうなんかコードで弾くもんね。それがシェアリングですよね、確か。まあ、シェアリングも余裕でできんだろうな、こんなの。そういう昔の人だし。まあ、あれ全部つけちゃってんのかな。まあ、バドポエルもやってますよね。フォーウェイクローズに、オクターブで挟んで。どうなんだろう、シェアリング。シェアリング、なんかラテンもやってますよね。めちゃすごいよね、それも。普通に。サルサみたいな。そっちの人かと思うよ、ほんと。これね、この動き。あ、これは、どっちなんだろう。パラレルじゃなくて、シミラーなのかな。何モーションなんだ。どっちかだよね。これね。同じ方向に行ってるからね。てれー、加工っすね。加工は、ディセンディングだっけ、確か。ディセンディング。違うかな。
俺もすごいよ。あ、うん、そうそう、一度メジャーのとこで、あ、ちょっと俺これパクリてんだ、この動き。結構これだけで文句っぽいね。システムをそのまま使ったらどうすか？これちょっと変だな。これは自然でしょ？ちょっと近いもんな。やっぱ6度ぐらいにしたいよな。これがあれかな？ C7。これはもう俺のオリジナルっすよ。ディセンディングは確かに加工の意味。そうだよね、ディセンディングね。ディセンディングって言うよな、確か加工すること。ストライド面白い。ストライドこれ使えんじゃんね。こうしたらどうか。Am7 をこれ D7 ね。違うな。あ、こうか。文句はどう思うかな。やめろっていうかもな。ここだけパクって結構いかれてんだろ、この文句のここだけパクるってね。だこの動きがいいな、やっぱ最初3度系でハモって、今度いきなり6度系でハモるっていうね。もう一個ありますよ、もう一個いいの。サビんとこの、まあこんな感じのサビなんですけど、まあ Bb♭Em7 っていくとこで、まあこれソロね、ソロセクションで、あ、しかもこれね2-5分けてるんですよ。 Bb♭Em7Eb♭7 Bb♭Em7Eb♭7 っていくんだけど、こう弾いてます。やべえのこれ。どうすかこれ。フラットないですよ。
B フラットマイナーの時にフラット9、こっちはあと5度ね。で、4度に行く。まあこれもここにこの13の音に3度の音、さっきのあれみたいにつけてるんでしょうね。すげえな。あ、そうだ、アセンディングだ。上昇はアセンディングシークエンスで、下降がディセンディングシークエンスです。ギターの奏法で出てきました。ギターのやつありがてえな。多分あのおっさんかな。日本語のやつでしょ、それ。いいね。ディセンディングとアセンディングだよ。だいぶ覚えてきたぞ、理論。それだけだけど。アラートでしょ、アラート。アンケート協力。これが文句のサウンドだ。こんなのあれで使えんじゃん。なんだっけ、全然違うとこ弾いてた。あ、合ってた。ここで5度かな。5度。こちらヤフー知恵袋でした。やるな、ヤフー知恵袋。俺一回注文じゃねえや、質問して、あ、ヤフーじゃねえか、あれ。ミクシーだ、ミクシー。今はなき、知らねえけど、懐かしい。ミクシーの、なんだっけ、あったんすよ。ジャズ理論コミュニティみたいな。そこに、ほんと。あ、そうそう。サテンドール、そう、サテンドール。を文句にした。スケール、6リアスケールあるでしょ。これ1でしょ、フラット9、フラット3で、イレブンス、フラット5、フラット6、これセブンスもフラット、フラット7なんで、だいたいフラットしてんだけど。お、アニュハズよ、あれか。 You are the guy ask me a、 あれなんだっけ、 What was that? マイロン・ウォールデンズ・ミュージックシートかな。アニュハセヨね、ハンゴゲの。私もミクシーの子を見てみてましたでしょ。これで1フラット9、フラット3度、11で、ここの11もフラットしてやったらどうなんだと思って、そしたらもっと暗くなんじゃねえかなと思って、スケールが暗い暗いで、ここは普通暗い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 、これをフラットした方が暗くなるだろうと思って。韓国人です。わらわらひひひ、저는사람일본입니다。あ、お、なんかハングル出てきたぞ。すげえなこれ。ありょー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 、かんさむこまぼよ。そんで、その質問したんすよ、僕は。6リアスケールの
イレブンスを撤回、あ、なんか撤回されてるイレブンスをフラットしたらどうなるんだっつって、なんて言うんだこれ、もっと暗いダークなスケール考えたんだけどっつったら、そしたらそれオルタードじゃないですかって言われて確かにオルタードスケールなんですよね。これあ、そうかっつって本当だ笑いみたいになって、東大元暮らしですねなんて言ってもらってスペル間違えた俺は分かんねえけどな、どう間違えてるかハングル読めない、わからないってな話をしてたんですけど、よし今日はこんぐらいっすか、もうやばいやばい、浅田さん5時半起きなのにすげえことだったな、このあの半語系人のお友達はなんかあれ、俺 YouTube にマイロウォルデンの2年間学んでさ、あーちんちゃやあれをアップしてたのなんか 見て譜面くれやって、オルタードってそうやってできたのか、そうかもしんないね意外と譜面くれっつっていいよっつってちょっと譜面を作って、なんかマイロウォルデンのあのLike a Flower Seeking the Sun って曲のトランスクリプション YouTube に上げてんですけど、グローバルになってきましたね、ほんとだね。そう、それ譜面をつい数日前に Gmail で送ったんすよ。そう、そういうつながり、お友達ジャズで日韓の友好を日韓友好深めておりますね。もう仲良くしましょうよ、もう半日も喧嘩もやめて、みんなジャズで仲良く、世界は一つそしたらもうもっといいんじゃないの、このグローバルな時代にね、国家と国家がこうすっから、まあわかんないけど長い歴史があって素敵です。で、とりあえず僕は何の恨みもないしわら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 、日本語わかんのかな、イルボン、イルボンわかんのわかんねえか、さすがにイングリッシュ、イングリッシュはわかる、 You understand といったところで本日のジャズスタディ講座レジェパークブートキャンプHearing is okay. Oh yeah? すげえな。あ、英語の方ね。イルボンじゃないでしょ。終わりにしたいと思います。僕のレッスンはこちら Gmail アドレスにご連絡ください。そして、投げ銭は PayPay ID 安政熊谷小文字で。ちょぬん、トンオプソヨ、トンジュセヨ。あとは。あとはそんなもんかな、ありがとうございました、じゃあアニョーさよならグッバイ But I can't read Japanese、 あ、そっか、オフコースね、 It's hard ね、 Me neither ね、 I can't read あのコリアンね、みんなで頑張りましょう、そうだそうだ頑張るぞー、Good night.